ハロー YouTube。どうも、それです。今回は、また Amazon でタイムセール祭りが開催されることが決定しましたので、ご紹介したいと思います。今回のタイムセール祭り、期間としては、2月27日の水曜日18時から、3月1日金曜日の23時59分までとなっています。具体的にタイムセール祭りで安くなる製品がどれになるかということは、今後タイムセールがスタートしてから明らかになりますが、現在判明しているだけで次のような商品がタイムセール祭りの対象となっているようです。まずは Amazon の電子書籍リーダー、Kindle Paperwhite、シャープの空気清浄機に、同じくシャープの液晶テレビ、ワイヤレスイヤホンやノート PC、モバイルバッテリーから調理器具に至るまで、今回のタイムセール祭りで安く買えるようになります。つい先日、自分は Amazon の電子書籍端末、Kindle Paperwhite の新型モデルを購入しましたが、それを購入した際は特にセールと行われておらず、通常の価格で購入してしまったわけなんですが、今回のタイムセールでは、この Kindle Paperwhite がセール価格になるそうですので、もし購入を検討されている方は、2月27日から始まるタイムセール祭りの時に購入したのがいいかと思います。なんといっても、この電子書籍端末は、液晶ディスプレイではなく、電子ペーパーが搭載されていますので、明るい場所であれば、バックライトをつけずに本を読むことができ、目が疲れないのが特徴です。最近は勉強用の本も電子書籍で購入することが多いので、長時間本を読んでいても目が疲れないので、とても助かっています。また、今回ご紹介した以外にも、食料品からパソコン用のソフトウェアまで、今回のタイムセールで安くなるそうですので、今すぐに買わなければいけないものがないのであれば、とりあえず2月27日のタイムセールまで待っておき、そこでセール価格で販売されていないかチェックした上で購入するかどうか検討するというのがいいかと思います。なお、この動画の概要欄には今回のタイムセール祭り公式サイトのリンクを貼っておきます。毎回同様、今回のタイムセール祭りも同時にポイントアップキャンペーンが開催されます。この辺のキャンペーンについての詳細など気になる方は動画の概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。